心の主人公は終始マウンティングをしている。五体不満足の主役は音竹博忠ではない。僕んち痛々しくて優しい人たちが許し合うためのこれからの聖書。水商売始めた理由が、一瞬その大学4年間行くよりかは、この歌舞伎町の水商売の厳しい世界で生きた方が自分が強くなってるんじゃないかと思って歌舞伎町にやってきたし、歌舞伎町に居続けたんですけど、歌舞伎町は寛容な街じゃないですかね。ピラミッドがないですね。今まで僕20何年間いて、歌舞伎町の王とかあいつが一番偉いとか聞いたことないんですよね。なんかそれぞれがそれぞれで生きてる街、なんか歌舞伎町がすごく素晴らしい街だと僕は思っててるんですけど、その日本中が全部が歌舞伎町になる必要はないとは思うんですよ。いろんな人の意見があって、みんな考え方が違くて、でもこの町で共存しているというのがすごくいいところだと思うんですよね。賛同するとか否定するとかじゃなくて、あ、そういう意見があるんだみたいな、あの社会であった方がやっぱいいと思うんですよ。そういうことが多分この本だと多少表現できているのかなと思います。ここに紹介した13冊どれもまあいい本だと思うので、映画見た後とか感想を言い合ったりとかしたいじゃないですか。と同じように一冊の本を読んだ後に友達と語れる感じで、この本が一人の友達みたいな、ちょっと変わった一人の友達はこういうふうに読んでんだみたいな感覚で読んでもらえるといいかもしれないですね。この本の感想っていうよりかは、やっぱこの本に書いてある僕の意見とは違う意見をもっと聞きたいですよね。私はこう読んだ、僕はこう読んだみたいな話をこの13項の本からの感想が聞きたいです。俺は違うとか、私もそう思ったとか、なんかそういうのがいいですね。そこで僕自身が、ああそうかって思って価値観がひっくり返るのがやっぱ生きてる面白さだと思いますけどね。価値観がひっくり返らないことはしたくないですね。だからいろんな人を受け入れられるし、いろんな人の意見聞きたい。僕と同じ価値観で僕と同じような考え方している人と一緒にいたところで別に意味がないので、意味がないっていうか心が踊らないですね。裸足で生きてる人とかと話してみたいですよね。